特撮チャンネル。どうも、ぬえててです。どうも、マリサだぜ。今回は仮面ライダーガイムにおける、V シネマで登場した敵についての動画となります。V シネマというと、残月、バロン、ルーク、ナックル、グリドンが主役になったやつだな。そうですね、今回は残月に出てきた敵について解説していきます。了解だぜ。さて、そんな V シネマでの敵役として登場したアーマードライダーは、暁透過が禁断のリンゴロックシードを使って変身する。リンゴアームズ、デザイアフォビブンフルーツ。でおなじみのアーマードライダーイブンです。またリンゴのロックシードか。リンゴ多くないか。まあ、禁断の果物といえばリンゴですからね。このアーマードライダーも、戦国龍馬が黄金の果実の実証実験を行うためのサンプルであり、限定的とハイエクラックを操作する能力と、ヘルヘイムの植物を操る能力があります。変身する時だけじゃなくて、自分の意志でクラックを生成できちゃうのか。使用するアームズウェポンはソードブリンガーとアップルリフレクター。こちらはバロンのリンゴアームズや、マルスのゴールデンアームズと同じ武器ですね。同じリンゴのアームズだから当たり前なんだろうけど、首から下の鎧の部分がまんま色違いだな。そうですね、マルスの装甲をリペイントしたものを、バロンとイブンが使い回しています。V シネマは予算が少ないのかな？まあ、本編よりは少ないでしょうね。さて、このイブンに変身する暁透過ですが、もともとは呉島家の使用人でした。いわゆるメイドさんってやつか。使えてたのは高虎や三つ金の父である天城なのですが、高虎と年も近く、仲良くするようにということで高虎のお世話もしていました。年の近いメイドさんか。高虎は幼少の頃から、呉島の人間として厳しい教育を受けており、毎日木を張り詰めて過ごしていました。ですが、透過と交流している間は、高虎の心は穏やかさを取り戻せました。ほほう、甘酸っぱいぜ。特に彼女の作るアップルパイは美味しくない、というかまずかったのですが、そのまずさが完璧を求められる呉島家で過ごす高虎にとっては安らぎになったみたいですね。いいムードじゃないか。その後、V シネマから6年前に天城が倒れてからは、彼女はそちらにかかりきりになったため会えなかったのですが、天城が亡くなったことを伝えに高虎らの元へ訪れ、久しぶりの再会を果たします。時を同じく、ユグドラシルの関係者が謎のアーマードライダーに襲われる事件が発生しており、高虎の頭を悩ませていました。謎のアーマードライダー。そんな彼の元に再び透過が訪れ、彼の心身を心配し、自宅へ招きアップルパイを振る舞いました。ちなみに他の料理はうまくなっていましたが、アップルパイだけはあの時のまままずかったんですが、それがまた高虎の心を朗らかにさせました。懐かしの味なんだぜ。透過は彼の力になりたいと抱きついてそのままカメラはフェードアウトしたので、その後はちょっとわかりませんが、これ絶対大人な関係やっちゃったぜ。さて、話を襲撃事件に戻しますが、犯人の特徴から、ユグドラシルというか呉島家への復讐だということがわかりました。まあカイトしかり、いろんなところから恨み買ってそうだもんな。はい、天城は自分の野望のため、非人道的行為を数々行っており、ユグドラシルに将来優秀な人材を派遣するための児童保護施設を作ったりしてました。自分の野心のためとはいえ、恵まれない子供を育てるのは悪いことじゃないんじゃないか。ユグドラシルのお眼鏡に叶えばそうかもしれませんが、すべての子供がそうとは限らず、使えないと判断された子供は人体実験に利用されていました。うわ。ひどいことやるぜ。そして透過は汚い仕事をやる工作員として育てられ、ユグドラシルのために汚いことをしてきました。あ。ってことはやっぱり謎のアーマードライダーは。はい、そのアーマードライダーはイブンであり、透過がユグドラシル関係者を襲撃していました。天城が死んだんだから、もう復讐は終わったんじゃないのか。高虎や三つ金も呉島家の血が流れていますからね。腐った果実は取り除かなければならないとして、呉島家を滅ぼすまで彼女は止まれませんでした。高虎は彼女と戦いたくなかったのですが、ノブレス、オブリージュとして、この世の中を正しく導くために生き残らなければならず、変身し応戦しました。
タカトラはこんなところで終わる男じゃないからな。当然タカトラが勝ちましたが、彼女にとどめはさせませんでした。タカトラ。しかし、彼女の体は禁断のリンゴロックシードの副作用ですでにボロボロになっており、とどめを刺されずとも、そう長くは持ちませんでした。もうどうにもならないのか。最後は同じ施設で育った仲間として、戦国龍馬がとどめを刺し、彼女は最後にタカトラの名前をつぶやいて息を引き取りました。龍馬も施設で育った子供だったのか。その後禁断のリンゴロックシードは回収され、カイトの手に渡り、握りつぶされてこの世からは消滅しました。バロン解説の時に聞いた話だぜ。さて今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。Twitter のフォローもぜひ。皆様のご声援が励みになります。それではまた次回。